どうもこんにちは、ナッツでございます。12月の9日仮面ライダーコラボ第2弾が始まっております。今回の目玉は何といってもこの仮面ライダースーパーワン。ガチャから出てくる性能としては限界突破ない、バインド耐性2個しかないで、リーダースキルも攻撃タイプ6倍、回復力が2倍、それしかありません。ただスキルが溜まれば変身ができます。エレキハンドに変わります。でこれが12ターンで変身できますから、ファガンよりかははるかに楽、ソロでも全然初ターンから溜まってるってことがあるかと思います。でこうなってくると7コンボ強化2個に無効貫通2個でまあまあ強くなってきますね。リーダースキルも HP2 倍がついて、さらに軽減が入るんで、だいぶ耐久力も安定してくるでしょう。でそしてさらに3ターン経つとまた変身で、さらに変身で、またさらに変身して、最後これパワーハンドになります。スキルご覧ください。1ターンの間攻撃タイプの攻撃力が7倍、敵一体に500万の固定ダメージ、500万の固定ダメージ。えぐいよこれは。500万の固定ダメージってもうすごいっすよ。どれぐらいすごいかっていうと、もう初期の降臨なら一発で沈めていきますこいつ。ということで今回はこいつを使ってみたではなく、こいつの固定ダメージどこまで通用するのかっていう動画です。通用するっていうか、まあね、今クエストダンジョンに、今日残念ながらね、いい降臨がないんですよね。多分ね、ゼヘラは多分耐えちゃうんで、このクエストダンジョンの、中級者向けの下の方、この女神、大天狗、ベルゼブブ、メジェドラあたりまでは多分ワンパンじゃないかな、おそらく。多分ね、このゼウス・マーキュリー、ソニア・グランあたりから500万超えてくるんで、ちょっと怪しいかなって思います。昔の降臨って本当に500万っていう体力が目安になってたっていうイメージが自分の中であって、400万とか500万とかね、まあ、どんどん最近インフレが進んで億とか言っちゃってますけど、いや夢のような話ですよ。昔苦戦した女神降臨ね、リザレクションめんどくさかったですよ。それが固定ダメージで倒せちゃうと、そう、固定ダメージってのもいいポイントです。よくわかんないパーティーだけど許してください。まずは変身で、できればね、仮面で貯めるか。ここはとりあえず仮面で貯める前にこれ使うと溜まるんで、3ターンヘイスト変身で、また3ターンなんで、これ3ターンヘイストで、そして変身で、こういう溜め方ができるんですよね。また3ターンなんで、これも溜めちゃって、でこれでラスト形態になったんで、あとは10ターン。10ターン長い。こっから約20ターンですか、マルチなんで。ここで切断するってのもありですね。ここで切断しちゃうってのもありかな。なんかあまりよろしくない戦法ではありますけど、そうした方が溜めやすくはありますよね。そうしましょうか。ちょっと、本若さんには退出してもらって、ね。なんかあるかな、いいスキル。ないよね。お疲れ。で、ここで仮面で貯めましょうと。で、バルキリーにぶち込んでやりましょうと。そういう動画です。このターンが短いやつから倒していくっていうね。こいつってノマダンにも出てくるんですけど、もうそれがね、本当に怖くて。当時、副属性ないから下手したら負けるんだよね。ファイアバインドとか、それは効いてない。ファイアバインドはマジ効いてない。それは効いてないっすわ。あ、でもたまりそうですね。バインドが解けたらいっちゃいましょう。帰ってきたし帰ってきたし、ヘイスト帰ってきたし。いかに固定ダメージが重いか分かりますね。さあ、僕の記憶が正しければ女神降臨ぐらいワンパンのはずなんだが、お願いします。メガトンパンチいきます。7倍エンハンスからの、よいしょ、半端ねえ。やべえぞこいつ。やべえって言っても実用性はないんだけどね。実際だってさ、これがさ、その周回で使えますかって言われたら変身めっちゃするし、で最後10ターンかかるし、だからスキブで一気に稼ぐってことができないんで、なんかの周回でこう使えるってことはね、少ないと思うんですよね。ただ500万っていうのはそこまで来てしまったと、その数値でやると、この降臨ボスを倒してしまうよっていう数値でやるんで、さあ他も行ってみよう。
大天狗はもちろんいけますよね。ベルゼブブあたり行ったら面白いんじゃないかな。調べてみたんですけど、ベルゼブブさん体力なんと700万近くあったんで、あそこ行きましょう。ゼウス降臨です。元ゼウス降臨の神王の空中庭園だっけ、ここ行きましょうよ。夢の世界だよ。もうね、昔の自分に言ってやりたいね。今の時代ゼウススキルだけで倒せますって教えたい。ゼウスはいけるはず。てかね、ゼウスにも仮面がいるんでありがたいんですよ。仮面がないと結構めんどくさいんですよ、この企画ね。もうちょっといい溜め方もあるかもしれないんですけど、とりあえずね、大変。ああ、もったいないことをした。アホなことをした。変身してから使わないといけないんですよ。でこの変身のエフェクトももうちょっとかっこよくならんかね。仮面ライダーの変身音が鳴るとかさ、それはめんどくさいかもしれんけど、このモコモコモコっていうのをちょっともうちょっとかっこよくしてほしいよね。OK。で、ここちょっとなんか敵がナメプしてくれてるんで、こうしよう。ゼウス降臨では真ん中をまずしばけばね、とりあえずいいんで、神秘さえ止めてしまえばね。どうちょちょ、そんなんでいっちゃうんかい。まずいまずいまずい。それはまずいな。この次ってキマイラはまずいよな。いやー、めんどくさいことになりましたね。お前だ。そんな痛くないけど、まあ痛いっちゃ痛い。バインドしてこねえかな。ファイアバインド以外で。ファイアバインドはあかんよ。なんか懐かしいな、このデーモンが硬い感覚。あんまりキエスト倒しちゃうしね。ナイスナイス、それはナイス。あと4ターン。オッケーオッケーオッケー。楽しいね。すごい懐かしいよこれ。オッケー、溜まりました。倒します。いや、こういう動画のためにもね。さあ来ましたよ。この人はなんか体力がね、高いってよりかはちょっと硬いんですよね。防御力ある系のキャラクターなんで、いけるはず。いきます。固定ダメージなんでこちら、よいしょ。いきましたね。すごい時代です。はい、ということで、とりあえず今回はね、スキルだけ使ってみたんですけど、500万ってこんなにすごいんだよっていう話です。またリーダーでも改めて使いたいと思いますが、正直500万の固定ダメージはおまけだと思います。これがまあ最終変身までいったらね、10ターンで溜まるってのは魅力的なんですけど、500万の固定で今のダンジョン多分通用しないと思いますし、すごい硬い敵とか出てきたら分かりませんけど、基本的にはもうエンハンスだと思った方がいいと思いますね。まあ、ものすごい硬い敵とか今後出てきたらワンチャン使えるかもしれませんが、っていう感じです。ここまで思い切ってもそんなにバランスが壊れないっていう、ただもう昔の降臨ダンジョンキャラからしたらもう大打撃ですね。ワンパンかよって。ただ500万の固定ダメージ打ったって動画でした。はい、さよなら。